オールバニはアメリカ海軍の防護巡洋艦。ニューオーリンズ級防護巡洋艦の2番艦。艦名はニューヨーク州オールバニにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。オールバニは1898年にブラジル海軍の発注した防護巡洋艦アルミランテアブルーとして入荷するアポンタインのアームストロングホイットワース社で寄港した。 建造途中の1898年3月16日にアメリカ海軍によって購入される。1899年2月にジョンシー・コルウェル夫人によって命名、浸水し、1900年5月29日にタイン側で艦長ジョセフ・イー・クレーグ大佐の指揮下収益した。1900年6月26日にオールバニはフィリピンへ向けて出航。 米非戦争での作戦活動に入る。ジブラルタル、地中海、スエズ運河及びインド洋を経由して11月22日にフィリピンのカビテに到着した。続く7ヶ月間をアジア艦隊に所属して活動する。任務の期間中、オールバニは1900年12月28日から1901年2月17日まで香港で監督入りし修理が行われた。 1901年7月3日、オールバニはカビテを出港し、ヨーロッパステーションに戻る。諸女公会の航路を引き返し、オールバニは9月初めにスウェズ運河を通過9月15日に地中海入りした。続く9ヶ月にわたってオールバニは地中海においてギリシャ、フランス、イタリア、スペイン、エジプトの様々な港を訪問した。 1902年6月18日に大西洋に入り、フランスのシェルブール、イギリスのサウサンプトンに停泊した後、戦艦入りのいおよび、防護巡洋艦、シカゴサンフランシスコと共に7月12日に合流した。オールバニーと両艦は7月20日まで訓練を行い、その後バルト海へ向かう。北ヨーロッパ海域滞在中、オールバニーはスウェーデンのストックホルム、ロシアのクローンスタット、 デンマークのコーベンハーゲンを訪問した。9月初めにバルト海を出港し、プリマスを訪問した後、12日に再び地中海入りした。地中海での2ヶ月に及ぶ任務の後、11月初めに西半球に向けて出港する。同月末に西インド諸島に到着し、年末には戦術演習を行い、1903年1月初めに演習を完了した。 1>, 1月5日にオールバニはボストンに向かった。1919年にオールバニはアジア艦隊に再び配属された。当時ボリシェビキと反ボリシェビキ勢力によってロシア内戦が生じ、各国軍隊がロシア各地の港に派遣されていた。アメリカ合衆国はシベリアのウラジオストクに地上軍を派遣し、日本軍の動静を伺うとともに、 チェコ軍団を救助するため同行の安全を確保し、シベリア鉄道を通過した。1919年から1920年初めにかけてオールバニは、ウラジオストクのアメリカ軍支援のため何度かの巡航を行った。さらに武装した陸上部隊を上陸させ、傷病兵の撤退にも貢献した。アメリカ軍は1920年春に撤退し、オールバニは、 アジア艦隊での平時任務を再開した。任務は下記に中国で、冬季はフィリピンで行われた。オールバニは1920年7月17日に PG-36 に指定され、1921年8月8日には CL-23 に再指定される。1922年7月、中国海域を離れ帰国の途に着く。 8月6日にメアアイランド海軍造船所に到着し、10月10日に予備役となる。その後、メアアイランドに経留され、1929年11月3日に除籍された。1925年4月1日、4.7インチ砲5番が合衆国政府からイリノイ州県軍に寄贈され、現在ジェネバの県軍庁舎に展示されている。 オールバニは1930年2月11日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。